もしですね、今スタートラインに立つことを、もし副業ゼロからの人にアドバイスするだなっていう形のテーマでちょっと動画を撮っていきたいと思うんですけど、今何がいいかっていう話と、再現性が高いことと、スタートラインに立つって副業に関してはどういうことかっていうと、やっぱり続けられる環境にいるってことなんですよ。これ何度も話すんですけど、僕1ヶ月2ヶ月前に変な YouTube のコンサル入ったんですよ。でそれ数十万ぐらいかかったんですけど、250人ぐらい入って一切作業してないんですよ、それに関して。で250人いてグループチャットに1つに入ってるので、もうめちゃくちゃグループチャットわんさかしてそうなイメージじゃないですか。1日チャットの動きが1個とか2個なんですよ。しかも喋ってる人がいつも同じ2人か3人っていうことは、残りの245人ぐらいはもう諦めてるんですよ。てかもう245人いて、多分収益化してるのを、250人で収益してるのゼロなんですよ。イコール、これスタートラインに1人も立ててないんですよ。で、しかも僕はスタートラインにこのままやってても立てないと思ったし、これをやるんだったら他の方がいいと思ったので、もうほぼ捨てたんですよね。これもう無理だろうと思って。っていうことは、スタートラインに立てなかったわけで、もし副業の人がゼロからですね、今後スタートラインに立つってことをするのであれば、何がいいかっていう形でですね、3つとプラスアルファで考えていくんですけど、1つは間違いなくメルカリ販売ですね、最初は。間違いなく不用品。最初は不用品販売。まず家にあるものをとにかく、売ります。これはメルカリでいいので、ヤフオクでもいいし、メルカリでもいいので。例えば、実家暮らしとか一人暮らしの人でもある程度物ってあるんですよ。例えば服、洋服であったりとか、なんかバッグとかの、あと靴とか衣類、あとは、例えば男の子だったら漫画とかゲームとか、例えば釣り道具とかキャンプ用品とか、女の子だったら洋服とかアクセサリーとか化粧品とかありますよね。っていう形で、僕が確実に推奨を最初からゼロからスタートするんだったら、メルカリで、そうですね、200から300品ぐらいの出品ですね。200から300品の出品をしましょうってことですね。そうすれば1日1個ぐらい売れていくんですよ、なんだかんだ。で、最初月とか結構いくと思うんですよ。200、300ぐらい出品すれば、初月10万、15万とか普通にいくと思うので、それぐらい出品すれば。単価によりますけど、普通に数万円とかいくので、できれば不用品販売ですね、間違いなく最初はメルカリで。で、そのために、じゃあ何が必要かっていうと、メルカリだったらタイトルの付け方、写真の撮り方、概要欄の書き方、これぐらいですよね。最低限これぐらいできるようになれば、スタートラインに立てるじゃないですか。要はこれができるようになった時に、不用品っていうものを手元に集めて、それを出品して出版、それを撮影して出品しまくる、イコールこれがスタートラインに立ててるってことなんですよ。だからスタートラインに立つことっていうのは、お金がもう1円でも入るための行動をできてるかどうかって考えなので、僕だったら一番おすすめするんだったら、副業するからの人にアドバイスするんだったら、不用品販売、メルカリですね。とにかく集めて売る。で、実家だったらいっぱいあると思うんですよ。お父さんお母さんとか兄弟のいらないものとか。で、もし一人暮らしだったら、実家に帰って物を不用品を集めてみるとか、例えばばあちゃんちとかじいちゃんち行って、不用品集めてみるとか、兄弟に頼んで、いらないものを俺が売ってやるよって言って売ってあげるみたいな。で、その時の母数っていうのは200とか300とかじゃなくて、400とか500とかにしちゃって、めちゃくちゃ大きな母数を振って、で、しかも不用品を売れば、部屋が片付くんですよ、家が片付くんですよ。そうすると風通しがいい空間になるので、どん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 やっぱり新しいものが今度入るようになるんですよ。で、選択っていうのが、選択肢がですね、どん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 小さくなっていくので、その一番いい選択に、自分の脳っていうのを、リソースっていうのを割けるんですよ。だから時間も増えるし、選択肢の幅も狭まって、新しいことにチャレンジできるし、お金も増えるし、そのビジネスの基礎っていうのが分かるんですよ。出品して、発送して、お客さんとメールのやり取りとかして、で、ちゃんとフィードバックをもらってみたいな。で、それが悪いフィードバックだったら、それを改善すればいいだけじゃないですか。っていう感じで、間違いなく不用品販売、メルカリで、300から400ぐらい、200から300で、できれば500品ぐらい出したいですよね。もう何でもいいんですよ、不用品なんて。で、今ですね、メルカリのいいところでもう一個言うと、本当にこれ、日本だと売れないだろうっていう商品を
出品しても、海外の代理店が買ってくれるんですよ。バイとか、なんだっけ、なんかもう一個あるんですよ。めちゃめちゃ買ってくれるとこ。バイとか、なんだっけな、もう一個、なんかあるんですよ。買ってくれる代行会社が。で、海外の人が買ってくれるんです。ですけど、日本の業者が買ってくれて、それを海外に、ある意味転売してるみたいな感じなので、自分たちは何もしなくていいんですよ。だからこれ、日本だとこんな不用品誰も買わねえだろうみたいな感じのものを出品しても意外に買われる可能性あるんですよ。それはバイとか、ああいう代理店の業者が買って日本に発送するので、で、僕も結構毎月のように買われるんですよ。バイとかもう一個のところに。なので、意外に出品しまくることによって、例えば昔のゲームとか、なんか攻略本とか、全然そんなのいいと思うんです。ジャンク品でもいいんですよ。コントローラー壊れてるとか、ジャンク品で書けばいいので。だから一回不用品で、目先のお金と、あとビジネスの基礎と、あとはもう心地よい空間ですね。断捨離ですね。これをまず手に入れようっていう感じですかね。で、次にその物販に関しては、やっぱり成果が出やすいので、僕だったら eBay 輸出に行くかなって感じですね。日本のものを海外に売ることによって、その価格差で儲けようって感じなんですけども、まずメルカリでやっていくと、なんとなくの流れってわかるんですよ。商品買われて、梱包して、発送して、フィードバックみたいな。これもぶっちゃけ eBay とかと一緒なので、それだったらですね、例えば最初に不用品のあるものを、メルカリでやりつつ、海外にも出してみるみたいな。で、売れたら、売れなかった方を削除すればいいじゃないですか。だから eBay でも試しに10品とか20品出してみて、その経験値を取りに行きますね。まず日本のメルカリで出せるようになりましたと、次に eBay で海外にも出品できるようになりますと、これ大きな経験値になるので。で、10品20品売ってみたりとか、実際に仕入れしてみて、出品してみるとか。で、eBay の方でも僕だと完全に有在庫でやるので、僕は完全有在庫でも数千品はやりましょうっていう形にやってるんですけど、小さいものしか狙わないので、数千品とかぶっちゃけ余裕でできるんですよ。僕今やってる人で、多い人で3万品とか2万品とかいるので、1万品とか全然余裕でできるんですよ。だから、プレイステーションを1万台やるんじゃないんですよ。めちゃくちゃ小さい商品をやるから、ぶっちゃけ段ボールに入るぐらいとか、それぐらいの商品とかも扱うので、それ扱える、ジャンルとか言えばそれ扱えるよねって思うんですけど、それをちょっと言わない、そうなんですけど、不用品販売で、次は eBay 輸出で行くかなって感じですね。で、これは eBay 輸出も、数千品やって、資産作るかなって感じですね。どちらかというと。例えば、5000品出品して1つ、2000円の単価平均だから2000円で売れば、それだけで1000万円の資産価値できるんですよ。で、その1000万円の資産価値を、その eBay っていうプラットフォームに24時間商品置いとくだけで、何かしらが売れたら利益入るじゃないですか。で、この仕組みを作るって感じですね。だから、それが1万品だったら2000万で、1万5000品あれば3000万の資産価値を常に放置していくみたいな感じで、もうその後に不用品と eBay で僕はやるかなって感じですね、物販だったら。で、3つ目は、例えば YouTube とか、あとはブログとかアフィリエイトとか、トレンドブログとか、あとは AI 系とかあるんですけど、僕だったら単発ショットで勝負したいんですよ。だから全部これショットで勝負できてるんですよ。不用品販売はショットですよね。1品出して1品売れたらお金入る。eBay も1品出したら、売れたら1品でお金が入る。でも、ブログとかアフィリエイトとか YouTube っていうのは、ある程度のやっぱり PV とか、記事数、量産ですね、記事数であったりとか、YouTube の動画数が必要になるので、広告の申請があるんですよ。Google AdSense も広告申請しないとダメだし、YouTube も申請しないとダメなんですよ。で、両方ですね、普通に PV とかチャンネル登録数とか視聴時間がないとダメなので、これショットで戦えないんですよ。じゃあ3番ですね、何でショットで戦えるかっていうと、僕だったらもう AI 出版ですね、間違いなく。Kindle は結構バンされるので、 Kindle 以外のところがあって、そっちでも普通にマネタイズできてるので、そっちでショットで勝負するって感じですね。このショットで勝負するってことがめちゃくちゃ大事なんですよ。初めての副業でやるときって。なんでかっていうと、1年間ブログ書き続けました、収入、0円でしたみたいな。YouTube も1年間やり続けて200本出しましたみたいな。
それでも広告が通らなかった、収入ゼロでしたって、これだとそもそも副業やりたくなってなっちゃうじゃないですか、にはなるので、あのショットで勝負できるところっていうのをやっぱり最初やるべきなんですよ。やっぱ楽しくなるので、そっちの方が。なので僕だったら最初メルカリ、eBay、まあ AI の方で、これは別に同時進行でも全然いいかなって思いますね。同時進行でもいいし、別に AI 最初でも不要品メルカリ、まあ何でもいいと思いますね、この辺は。で、まずこの辺でショットの収入源を3つ取りに行くかなって感じですね。で、このプラスっていうのはプラスアルファですね。このやっている情報っていうのを自分で情報発信するとか、例えば Twitter とか YouTube とかインスタとかで、実際に売れた履歴とかグラフとか収益とかを公表したりとか、まあ、情報発信するので、SNS のアカウントの運営でプラス1ですね。でプラス2っていうのは、その成功体験っていうのを自分のコンテンツにまとめてコンテンツで販売をする。で、これプラス2ですね。で、プラス3に関しては、まあそのやり方自体をもうそのコンテンツ販売じゃなくて、今度はコンサルでやってみる。で、これがプラス3かなって感じですね。だから流れとしては 1,2,3 プラスプラスアルファ、この3つで、まあ、ある程度、まあそうですね、まあ10万20万30万とか、そういった収入源をつかみに行くことが最初大事かなと思いますね。だから要はその今手取りで15万とか20万なんて全然あるじゃないですか、会社でも。でも仮に逆に自分自身で15万とか20万とか10万でも手に入れることができれば、それだけやっぱりパンチ力、パンチあるし、それだけインパクトあるじゃないですか。なのでそっちをまあ取りに行くかなって感じですよね、最初は。で、ある程度まあ自分でもいけるかなって感じになった時に、僕だったら会社辞めたりとか脱サラして、今まで本業で使っていた時間、例えば、最初の朝の準備、通勤時間で、まあ会社の時間、残業時間で、帰りの通勤時間で、家に帰っても会社の仕事があるみたいな時間を全て副業に回して、種銭になった10万とか15万円のところに、まあ、掛け算でお金を増やしていくっていう感じでやっていくかなって感じですね。まあ、もしゼロからそのスタートする方であれば。なので最初はメルカリで目先のお金を手に入れて、で物販ってこんな感じなんだと思ったら、今度日本から海外に売れる術を手に入れて、でそれをやりつつもいいし、まあ、AI の方で画像生成できたりとか、出版できる、まあ、スキル、知識、これが全てショットで戦えるところを手に入れて、でプラスアルファでその成功体験とか失敗した例とか、うまくいかなかったことなどをTwitter とかでインスタとかで、YouTube もいいし、まあ、できれば情報発信していくこともすごいんですね。でそれを成功体験がいたらコンテンツでまとめて、そのコンテンツ情報を欲しい人にその届けてあげる。で6番っていうのは、その SNS から、まあ、フォロワーさんとかですよね、 LINE の登録者の方とか、ね、その方とかから連絡が来るような感じにして、まあ、それで個別コンサルをするとかっていうのが、なんか最初っていうか、普通にゼロからスタートした時のまず最初のロードマップじゃないのかなって感じですね。だから僕がそのゼロからスタートした時に、まあ、この動画を聞かせたかったっていうのはありますね。まあ、にはなるので、まあ、最初は全然メルカリ販売からでいいと思うので、まあ、メルカリ販売してもいいんですけど、メルカリ販売するんだったら400品とか500品、300品とか圧倒的な数をやって、結果出しましょうよっていうことですね。で、ちょっと参考にしてみてください。